ゲオルク・レティックス・ゲオルク・ヨアヒム・レティックス、本名、ゲオルク・ヨアヒム・フォン・ラオヒエムは、オーストリアの数学者、天文学者。カナ表記は、レティックスやレチクスとされる場合もある。ニコラウ・スコペルニクスの地動説の概要、ナラティオ・プリマを1540年に交換し、彼に、天球の回転についての出版を強く進めた。オーストリアのフェルト・キルヒに生まれ、 1528年から1531年まで、チューリッヒで数学を学んだ後、ヴィッテンベルクで学んだ。1537年に、ウィッテンベルク大学の教授となり、1539年から2年間、フロンボルクでコペルニクスと暮らした。1539年に、グダニスクを訪れ、市長の補助を得て、ナラティオプリマを1540年に交換した。1542年に、 ニュルンベルクを訪れて、コペルニクスの研究の回転についての出版に関わり、同書籍は、コペルニクスの死の直前の1543年に、刊行された。バルミアの死祭や死教をパトロンに持ち、ポーランドを、ジグムント2世にも使え、クラックフで長く、教師を務めた後、1574年に、ハンガリーの個室へで没した。ありがとうございます。